ます。今日はそうなんですよ。今日なんか本当に自分の想像以上にたくさん寝てしまって、あのねメイクポーチなくなっちゃったな。メイクポーチがなくなっちゃっていつものメイクできてないんですけど、いや本当に顔むくんでるね。いや申し訳ないですね。たくさん寝ました。元気元気元気、一日寝ました。こんばんは、お疲れ様、ありがとうありがとう、今日も来た、ありがとう、たくさん寝たよ。まあでももう起きて何時間経ったかな、お昼寝もしたんですけど、丸くて可愛いよ、嬉しくないな。嬉しくないな。今日はちょっと顔がむくみすぎてるんで、ちょっとむくみすぎてるんで、ちょっとまつげだけ上げたらどうにかなるかな。ちょまつげだけ上げようかな。なんかね、まつげだけ上げたらもうちょっとだけ良くなる気がする。むくんでる感が。ちょっとまつげだけ上げます。今まつげ上げてます。よいしょ。明日はじゃん、うん、あんま変わりませんでした。そうなんですよ。ってことで、やばいプニプニですね。わかった、マックポカ初志さんありがとう。ということで1週間のニュースから振り返っていきたいと思います。今週は歌唱力がちょっと今週は歌唱力がありましてですね、歌唱力の放送をみんなで見たりしました。今日はちょっと私のちょっとコンディション悪めで、というか、ちょっと待って、なんかもう、いや顔むくんでますね。ダメだ、むくんでるのが気になってしまった。はい、行きますわ。じゃあ今日今週の1週間をね振り返ります。ペガスイグルシャクワザスありがとう。で昨日のストレートね、思ったより綺麗になんか保てて嬉しかった。ボクサーもありがとう。ベドーサムさんもありがけど、ありがとう。じゃあどうしようかな、分かった、書くわ。待って、字が汚すぎた。今日は本当に顔がむくんでるな。ちょっと待ってくださいね。一番。サピさんありがとう。ちょっと、あ、もうダメだ。ダメだ。もう大好きで、今日はダメだ。頭が回ってないぞ。今日やばいやばい。全然。字が書けないわ。レスナーペアアットマークウェフさん、ありがピンクのだるまちゃん。でも口でいきますわ今日は。はい、今日はあの15、16日に歌唱力決定戦の放送があって、まあそうですね、2日目の17位になれて、
そうです。でもすごい悔しかったですね。感想は悔しかったです。すごくとっても悔しくて、そうですね、とっても悔しかったです。でも17位にこうやって入れたことはすごく嬉しかったです。そう、ポニーテールの配信久しぶりかもしれない。いや、そんなことないかな。そう、リスナペアさん、アルガダールマヒラギさんもありがとう。そうですね、そして2個目は昨日の雫公演ですかね。雫公演に出演させていただいて、その感想もちょっとまた今からまとめようかなと思ってるんですけど、本当は昨日の夜一回まとめようと思ったんですけど、やっぱりね、あのお風呂入った後に睡魔がある程度落ち着いたから、ちょっと今書こうかなと思ったんですけど、やっぱりお布団入ってたらすぐに睡魔が来てしまいまして、あのちょっとね寝てしまったんですけど、で今日はですね、ほんと一日中寝てまして、ずっと寝てて、もうこのように顔もむくみましたんですけど、まあ今日この夜この配信が終わって やるかなと思ってます。いろいろやろうかなと思っております。そうでですね、そんな感じで昨日の雫公演は初めて8人バージョンで、そうですね、そうですね、すごい楽しかったです。なんか久しぶりに雫公演だったので、なんかどんな感じで今までどういうくらいの体力だったかなとかあんまり覚えてなくて、ちょっと心配だったんですけど、2公演っていうのもあって、ちゃんと無事2公演終われるのかっていうのも心配だったんですけど、無事一応2公演終わって、体力的な面ではそうですね、あ、意外にあこんな感じだったっけって感じで、意外に何だろう、あの最後まで楽しくできました。そう、ワクワクモークポーカルハツオシさん、ありがお花。そうですね、で1公演目がすごい自分的にはもう反省点もたくさんだし、もう後悔だらけというか、なんかすごいなんだろう、もうしょうがない自分のねあれですね、すごいなんかなんだろうね、なんかすごい自分のほんと直さないといけないところをね感じたので、もう私はそうですね、それで2公演目はその1公演目の反省もね生かして楽しくできてよかったなと思います。ユニットがフルーツスノーと君は僕の風だで、あ、間違えた、君は僕の風で、で、そうですね、どっちも結構可愛い曲と爽やかな曲で、自分的にはなんかかっこいい曲とか好きなので、あの他の曲もすごい魅力的だなと思ったんですけど、そのフルーツノート君は僕の風もねすごい可愛い曲出てきて嬉しかったです。2人公演とはやっぱり違った。そうだね、2人公演とはまた全然違いますね。でもなんか最近ほんと8人とか2人でしか劇場に立ってないから、なんか16人の時めちゃめちゃ人多かったなって思う。どうやって立ってたんだろう私たちってすごく思います。やっぱ8人はなんか8人くらいでも結構人いるなと思っちゃうから、本当にねえ16人の時すごかったなと思う今考えたら。お目目がむくんでむくんでやばいですね。あとそうですね、あと今週は待って10何日からだ14日からか歌唱力があって、あとね、あみんなには、あそっか、あでもなんか今週あとはまだこれからなんですけど、私 YouTube でね夢見るっていうチャンネルをやらせていただいてるんですけど、なんかそこの動画の撮影を何回かして、そう、そこその撮影がすごい楽しかったです。みんなで3人で撮ってとても印象的でしたね。ちょっとまたそれもチャンネルに上がるのをお待ちください。ジュエさん、ありがとう、ありがとう。そう、16人公演の時、確かに16人公演ね多かったよね。そんな感じで今週は過ごさせていただきました。
あと今週は結構生活習慣直そうと頑張ってたね。頑張った1週間だったなと思います。そう、最近ねこのようにね、ここにもまた新しくお友達が増えてしまいまして、もうね辛いですわ、すごく。また1ヶ月ちょい前くらいに皮膚科に行ったんですけど、もう一回行こうかなって思ってます。またそうなんですよね、もう鏡見るのがもう辛くてね、最近ね。みんなもありましたか、こういう時期。そう、私そんな感じですね、この1週間はそんな感じです。そしてですね、1週間今日はもう本当にずっと寝てましてですね、ちょっともう頭が動いてませんでしてですね、ちょ企画を考えたんですけど悩み中です今、やろうか考えた企画が、あのもう本当にもうめちゃくちゃただ、あーでもうーって感じですね。いや面白くないですね多分面白くないな。よし、分かった、今日は似顔絵を描くんで、私がメンバーの誰か当てるクイズをしましょう。それにしよう。ちょっとピンが欲しいですね、ここにピンが欲しいですね。ないですね、ここには。メイクポーチの中入ってるかな、メイクポーチの中入ってるかな。入ってないね。じゃあ全部で4問出しますわ。4問出す、イエーイ。明日、そうだ、ちょっと待ってね、調べ、あれ、明日の、あ、ちなみにですね、ちょっと途中でなんですけど、かゆい、あ、シータの、あ、明日、あのお仕事があってメイクをバッチリするんで、また明日も配信しようと思いますっていう、一応先に忘れないうちに言っとこうと。明日はね、7時、いや違うな、多分20時くらいかな。またちょっと待ってね。じゃあ誰にしよっかなAKB のメンバーですよ、 AKB のメンバー。むくみが、で最近本当に私さ、ちょっとメンバーを考える間にちょっと雑談をさせていただくんですけど、最近私本当におデブになってきてしまいまして、そう、ついに本当におデブになってしまいまして、これ多分言ってもね、なかなかそんなことないよってみんな言ってくれると思うんですけど、本当にこれはガチでなってしまいまして、どれにしようかな。そうなんですよ、ゲビのメンバーですよ。なんかどうしようって悩み中です。で最近大家さんが卒業発表されて、ダイエットにもすごい成功されてて、なんかちょこちょこ動画見させていただいてたんだけど、すごいなと思って。あんな筋トレとかしてさ、すごいですよね。私も頑張らないといけないなと思いました。今度こそですよ、明日からなんだっけ、明日やろうはバカ野郎でしたっけ、なんかそういう言葉に聞いたことある。誰にしようかな。 OK、 この子にしよう。君に決めた君に決めた。これはもっと可愛くなってくる。そう、14キロ痩せたんだって。嬉しいよ、また会いに来てね明日やろう、いいこと。いやでもついにちょっとお肉ついたねって言われたんですよね。だからやっぱそうだよなと思って、そう
頑張ってくる。あ、難しいな。ちょっと、あ、間違えたな。これはミスったな。そう。3日連続おめでとう？ん？あ、私も3日やってますか？3日。あ、これは難しいな。わからないな、多分。よし、変えます。変えます。こちらの方にするわ。いや、いや悩む。あ、この子にします。そう、この子にする。お、よかった、好評だった。やったぜ。携帯が消えちゃった。そう、似顔絵を描いております。タラランタンタン描いとこ、テロップにテロップに描いとこに。この目ばは誰でしょう。待ってね、あとちょっとでできるよ。ちょっと似てるので言うと 40-30% くらいかもだけど、ちょっとあんまりうまくないかも、これはあんまりうまくないけど、あ、伝わる人には伝わるのではないでしょうか。はい、じゃん。どうですか。似顔絵誰でしょう。そう、見ながらなら、まあね、難しいね。書きやすいメンバーもいるしね。インスタの DM は送ってくださったら、あの、返事はできないんですけど見てますよ。なぎちゃん、えねちゃん、なぎちゃん、れいちゃま。あ、確かにその場合もね。ちなみに今ね、答えはね出てますね。一人だけ。いや、もう答え言っちゃいますね。正解はあやねちゃんでした。でも確かに言われてみたらなぎちゃんに似てる。ちょっとあんまりうまく書けなかった。さあ、あやねちゃんでした。答えの早かったかな。そうです。続いていきます。当たってるの一人だけ出た。続いて、うまく描けそうな人にしようかな。うまく描けそうな人か。あ、じゃあこちらの方にしよう。あ、ちなみにさ、ちょっと描きながら話させてほしいんですけど、あの、私前、重めのパッツン前髪をしてたじゃないですか。またあれしようかなって悩んでるんですけど、やっていいですかね。どう思いますか。やってもいいですか。高野さん、ありがとう。やってもいいですか。あれ好きですか。あ、本当だ、5時ってますね。まあやろうかなと思ってます。このメンバーは
誰でしょう。まあね、多分ねファンの方に聞くと好みがいっぱいあって、薄い前髪が好きっていう方とか、そうパッツンが好きとか、とか結構なん結構ね、いろいろ皆さん結構分かりましてですね。でもですね、ちょっとどうしようかなってすごい悩んだんですよ。でもなんか、なんかね迷ってるんですよね、ずっと。でもなんか自分が好きなのはパッツンなんですけど、で昨日のゆりなちゃんにまたあれやらないのって言われたんで、もうやっちゃおうかなと思って。あ、さっきよりは、さっきより、あーちょっとさっきよりは特徴を捉えているかもしれない。どうですか、誰でしょう。2問目、誰でしょう、誰でしょう。さっきよりは正答率が上がってるな。お、さっきよりは正答率上がってますね。それだ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、正解は大分県代表の山田京子ちゃんでした。さっきよりは正答率が上がって嬉しいですなんかみんなが言うところも、言われてみれば似てるかなと思う。確かに京子ちゃんでした、京子ちゃんでした。じゃあと2問です誰にしよっかな。イエーイ、ジュニアさん、ありがうまい、イエイ。そう、あ、こちらの方にしよう。おお、おお、まあまあまあ、まだまだいい感じ。まだいい感じですね。ふん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 、あーあー、ちょっと微妙に似てるような微妙に似てないようなって感じの。言われたらわかるかな。ちょっとヒントでも入れようか。いやいや、はい、誰でしょう。あー、なんか映した方が似てないな似てないな。3問目、次の人決めたか。お、今回は全然当たりませんねじゃあちょっとみんなが当たってなさそうなんで、あと10秒くらいしたら、10秒くらいしたら、あのヒントが来ます。
します。はい、ヒント、あとね、ちょっとリアルになっちゃうけど足しといた。お、出ましたね。そうです、正解はチーム4の山内みずきちゃんでした。イエーイ。リボンで分かったでしょ、多分こうリボンが好きだから。リボン、涙袋が大きいですね。正解者、1回目の正解者は0人でしたけど、リボンを書いて分かった方書いてよかったでございます。結構ね、8ばっか出してたから、ちょっと8かなって思った方もいたと思いまする。そっち目、じゃあ最後に、そう、私はね、嫌な一言も8だけとは言ってなかったんですね。じゃあ最後もちょっと一番よく書く方を書こうかな。ちょっとさっきまでずっと輪郭から書いてたんだけど、もう今日は、今からは目だけ、目から書いて、いいですね、いい、いいね、いいね。チョコミントさん、ありがとう。お猿さん、モンキー、モンキー、モンキー。ちなみに見てる写真は全部あれです、アーシャジャンです。だからちょっと今と髪の毛違うかも。あ、ちょっと髪の毛失敗したね。最後は簡単だぞ、多分簡単にしたぞ。ちょ、このアーシャの時の髪の毛描くね、今じゃないけど、ちょっとアーシャの時ですので、あ、ちょっとバランス悪いけど、じゃん、やん、もうちょっと目近いな。待って待って、ちょ、怖くなっちゃった、怖くなっちゃった、目近づけたら怖くなっちゃった、見て、ちょっと怖くなっちゃった。ちなみに今この髪型より全然伸びてる髪の毛。ヒント、みんな分からなかった、悲しい。正解はダーン、ハマちゃんでした。アーシャの時のハマちゃん、今はもう髪の毛ロングになってますね、伸びちゃってロングですけど、ハマちゃんでした。うん、分かりましたでしょうか。当たってる方一人いた、イエーイ、あ、二人か、そう、ということで、オリガマーカー以上でした。もうちょっと、よいしょ、削除、何書こうかなと思った。よし、ということで最後の企画、お便りを読もうのコーナー、お便りを読みたいと思います。今日の、今回の今日のお便りはツイッターで募集したんですけど、キャプー、
地図公演のユニットで一番宇多田ハツカにやってほしいのは似合いそうなユニットはっていうことで、まあ、なんでこれを聞こうかなと思ったかっていうと、あ、ちょっと喉が鳴っちゃった。あの純粋にこれからやろうかな、やりたいなとか、ファンの方は何をしてほしいと思ってるんだろうっていうのが気になったので来てみました。はい、じゃん。ほら今日はあれですね、だからあんまりそれぞれそんなにあれですけど、あの高輪さんありがとう。ひいらぎさん、雫公演の新ユニットですか。ちょうど今日1日2回も昨日の公演を見ましたが、マリアもハスカにとても似合うなとつくづく思いました。曲のスタイルが虫のバラードと似ていて、センターポジションもめちゃめちゃかっこよかったよ。いつかハスカにもやってほしいということで、ありがとうございます。あ、どうしようかな、先に。ちなみに私がやりたいユニットがあるんですけど、ちょっと私のやりたいユニットとあの一緒、ちょっとみんなの考えやりたいユニットがちょっと合ってんのかっていうの最後に、ね、ちょっと私がやりたいユニットがありましてですね、やりたい、似合うなと思う、似合いそうだなと思う。希望は通るの？通らないですね通らないけど、あのてかその自分がやってるポジションのユニットは変わらないので、もし他のやりたかったら、なんか人が少ないポジションとかの新ポジションを覚えたらそのユニットができるみたいな感じですね。フミディさん、なんとなくマリアと純愛のクレッシェンドが恋に合ってたような気がします。ハッツは歌いたい曲を選ぶとき何を重視して選ぶんですか。自分のキャラクターとあの人の曲も積極的に挑戦したいタイプですか。歌いたい曲を選ぶときはね、自分が好きな曲をとことん選んでます。なんか例えば、なんかやりたい曲ありますかとか聞かれたときに、結構自分がこの曲やりたいなって思ってる曲、なんか自分に似合いそうだなっていう曲より好きな曲を結構選んじゃう。S のワンベアさん、雫公演で一番やってほしいユニットは純愛のクレッシェンドです。いつか劇場公演でのコールが解決されたら、ハツ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 、もしくはハツ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 かと UF の皆さんと一緒に大絶叫したい。いいですね、ぜひしてくださいそう、純愛のクレッシェンド。うさぎみかんちゃん、マリアか純愛のクレッシェンドかな。昨日の公演で実際に見た爽やかで明るい曲ももちろん素敵だったけど、大人っぽい曲のハツカちゃんを見てみたいな。表現の幅が広いアイドルってかっこいいなと思う。あと単純にマリアの衣装が似合いそうだから着てもらいたい。おー、なるほど、マリア今のとこ結構同じのが多いですね。見たいで言えば8人公演なら彼女、16人公演なら10クローネとパンと水質を丸めてもみたいな。でもやっぱり一番見たいのは純情ソーダ水かな。早く大出社コールしたい、したいよね、コールしたいよね。そうなんですよね、8人公演になってから、そう、純情ソーダ水がね最後になっちゃったのが悲しい。まだ最後か分かんないけど、なんか一応16人とかに戻ったらまたやるって言ってたけど、わかんないんですよね、まだ詳しくは。そう、私結構でもあれだね、あのちょっとあの言ったらわかっちゃうか。ちまさん、歌唱と衣装の感じの2点を見てみたいということで、マリアかな。歌唱面ではハッツがどうかっこよく歌い上げるかってところを見たいし、衣装面では君は僕の風の白の単色でシルエットとディテールで可憐さが表現されて衣装が似合ってたから、マリアの黒の単色衣装もよく似合いそうで見てみたい。おお、すごい分析、すごい分析ですね。ワクさん、ハッツにやってほしいニットはさくらさんの彼女一択。おお、今のとこ彼女は2つですね。高輪さん、やっぱりマリア絶対に合うと思う。ハツか。山猫坊主さん、やはり、お、結構、おお、同じですね。やはりマリアでしょう。かつてチーム K のオンラインパラダイス公演で増田さんの歌唱力に感動した記憶があって、それを超えるマリアさんに出会ってないのです。初の歌唱力とパフォーマンスでいつかそれを了解してほしいと思います。おお、めっちゃうまいですよね、歌。すんごい YouTube とかでよく見てました。私が入った時にはもう卒業されてたんですけど。おお、マリアちゃん。マリアちゃんじゃないや。マリア曲ですね。流行師さん、安西先生、宇多田ハツカの彼女が見たいです。やっぱりソロがいいと思うし、何よりピンクの衣装に身を包みたり、クソソロだったり踊ってハツカ見たいんだよということで、荒ぶっておりますね、顔文字がということで、今のところ一番多いのが多分マリアかな。全部パーッと読ませて、あ、お、君は僕の風かな。たくやさん、単純に曲が好き、ハッツの歌声が似合いそう。おー、ありがとうございます。ということでですね、
はい、全部読ませていただいたんですけど、多分パッと見た感じマリアが一番多いね。ドドドン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 、めちゃくちゃ。その次がジュンイノクレッシェンドかな、その次彼女ということでですね。じゃあ全部読ませていただいた上で、今私がやりたいユニットがありましてですね、私がやりたいユニットはですね、ジュネのクリスチェンドとマリアなんですよ。その2曲ということで、今日のお便りは読まれなかった、嘘、読んだ読んだよ、全部読んだと思うけど、あ、本当だ、飛ばしてるかな。ジュネさん、ジュンクレだね、かっこいい雰囲気な曲だしみたいな、かわいい系の曲も好き。あれ、読んだっけ、読んでないっけ、読んだっけやっぱりかっこいい曲の時の初の表情とか表現が好きです。認定が変わる前の曲だったり、としたまるめて、これはゆくちゃんと一緒に踊ったとこ見てみたかったな、踊りたかったな。あれ、ゆくちゃんが振り付けしたもんね。でも読んでなかったね、私。飛ばしちゃったのかな。申し訳ねえ。意図申し訳ねえ。意図申し訳ないです。ということですね。そうなんです。やりたくて、ずっとかっこいい曲が。そうなんですよ。またね。ちょっと今日のお便りはちょっと急にすごいギリギリになっちゃったんで、その皆さんがあまり考えなくていいかなっていうやつを考えたんですけど、そんな感じで、そうですね、新しいまたユニットに挑戦できるように頑張ります、他のユニットにも。でも私本当にやりたいな、かっこいい曲。そう、今回結構かわいい曲が多くて、そう、ちょっと自分かわいい曲ね、結構ね、苦手だったりとか、苦手だっていうか結構かっこいい曲が好きなので、ちょっと挑戦したいと思います。できたらいいなと思います。そう、ファンの方と結構似ててよかった、嬉しい、似てて嬉しい。ありがとう、イクルシャックパーサーさん、ありがとう。そう、ありがとう。ということで、そう、私あんま可愛い系の曲難しくて、なんかニコニコ可愛い曲頑張りなんだろうな。なんかすごいめちゃくちゃ似合う子っているじゃないですか、メンバーの中で。そう、そういう子とか見てると、あ、自分ってあんま得意じゃないのかなってすごい思うので、またそこもでもうまくできるように挑戦していきたいなと思います。ちなみに今の私のポジションの曲は結構可愛い曲ばっかなので、それが気になる方は見てみてください。ということでですね、今日はちょっと今日はちょっとね、昨日公演で久しぶりに公演をやったらね、ちょっともう今日はね、ちょっとたくさん寝てしまって、昨日ショーをね、いる頑張り張り切りすぎちゃって、今日たくさん寝ちゃってね、ちょっと頭がもう今日もね、たくさん寝てしまいまして、じゃあ同じことずっと言ってるくらいにね、頭が回ってなかったんですけど、まあ、ちょっとなので今日はね、ちょっと早めではないかもしれないけど、今日はここら辺で終わりにして、明日また今日もまた早く寝て、明日配信しようと思ってます。明日はどうしようかな、何時にしようかな。明日多分お仕事終わるのが結構思ったより早いんですけど、明日どこだここ明日どうしよっかな、ちょっと遅めにしようかな、ちょっと遅めにしようかなと思います。どうしようかな、遅め、でも早く寝れるくらいの遅めって考えたら考えたら、じゃあ9時半にしよっかな、9時半にして、夜の9時半にしようかなと思います。なんかまたね、私ね、毎日はしないかもしんないけど、ちょっと朝配信復活させようかなって悩み中。なんか一緒に運動をしてほしいんですよ一緒に運動してほしくて、そう、
朝。そうなんですよ。え、そうなの？ちょっとまたね、やろう、やるときは言いますね。そう、朝4時配信は厳しいなでもそうですね、もう本当に昨日今日の私の配信を見ていただけてる方は分かると思うんですけど、いつもの配信と比べてね、もう頭がぼーっとしてるんですよね今もうね、いやー、は、頭エネルギー注入、ちょっと昨日今日ぼーっとしてますけど、まず4時配信できないからね。ちょっと一旦またあの生活習慣が朝に落ち着いてきたら、ちょっと慣れてきたらまた考えてみようと思います。またやりたかったらやってほしいかな、言うてね。ああとそう、755に書いたけど、昨日いただいたお手紙も全部昨日配信終わって読みました。ありがとう。そう、そんな感じですかね最近は。あー眠いもうずっと眠い、ずっと眠いよ今日は。あ、そうだ、最後にちょっと変な話していいですか。今日初めてじゃないけど、今日あれは夢じゃないよね、夢じゃないよ。今日ね、金縛りにあって、お昼寝してる時の睡眠の時に、そうなんですよ、金縛りにあって。でも金縛りってなんか心霊現象っていうよりはなんか結構私最近、そう、今日なんか睡眠時間すごい乱れてるじゃないですか。今日夜昼ずっと寝てたりとか、そう、睡眠時間が乱れとかでも起きるから、多分それだと思うんですけど、そうなんですよ、びっくりしました。なんかでも半分夢なんですよね、半分寝てんですけど半分現実で、なんかすごいずしってなんか乗っかってる感じがして、おお、これが金縛りかと思いました。そう、そう、金縛りってなんかあんま心霊関係ないみたいですよ。関係ないらしいよあんまり。だから気になる方、気になる方は見てください。あ、ドラちゃんが乗ってた、それもあり得るのにそうね、そうだから初めてでびっくりしましたっていう話でございました。リボン、輪ゴムでリボン、ということでランキングを読みます明日は多分そこそこちゃんとメイクをしてると思うので、明日可愛くなれるように頑張ります13位、スーさんありがとうございます。12位、スノーさんありがとうございます。11位、わさぴさんありがとうございます。10位、ドヤリンチャさんありがとうございます。9位、ペガサスイーグルシャークパンサーさん、ペガサスイーグルシャークパンサーさんありがとうございます。8位、高菜をアットマーク歌団、おーおーおーおお、あー間違えた、合ってた、間違えた、歌団ゆみるたい超絶ゆえさん、高菜さんありがとうございます。7位、あ、エースのワンペアアットマークゆえさん、エースのワンペアさんありがとうございます。6位、ヒイラギさんありがとうございます。5位、ノリーさんありがとうございます。4位、チョコミントさんアットマーク、もちろんかっこいい発音も大好きしよう、ありがとう、チョコミントさんありがとうございます。まあ可愛い曲もたくさん挑戦していきたいと思います。3位、ネギタイタさんありがとうございます。あ、忘れてた、まあいいや。2位、ジュンヤさんありがとうございます。そして1位はバクさんありがとうございます。ありがとう、忘れてた、いろいろ忘れ
そうだ、うん、そうだ、椎茸食べないといけないこと思い出した。椎茸とネギ、そう、昨日ね、でも本当に宇多田ハツカのチワを持ってくださってる方がいて嬉しかった。イエーイ。え、嬉しかった。なんか来たってどういうこと？ああ、そういうこと。そうなんですよ、椎茸とネギを料理に使って残したやつをまだ食べてないかった。ということでみんなバイバーイ。ちょっと次の公演ももっと高クオリティでお届けできるように頑張ります。あ、うん、みんな見つけたよ。昨日来てくださった方の、ね、名前ね、もうここでね、もう読み上げたいくらい覚えてるよ、みんなのこと。読み上げないけど。じゃあね、またね、頑張る。